ティアラチャンネル。はい、今アルジーガールズの撮影が終わりました。そしてユニバから帰ってきました。ということで今から購入品紹介をしていきたいと思います。今回は約1万円分買ってきました。じゃあまずこちら、これはボブとティムのバッグです。はい、まず最初にじゃん、ここと後ろにねポケットがあってとても使いやすいです。はい、なんで買ったかというと、この中にカメラを入れようとしたんだけどカメラが入らなかったの。カメラを入れるために買ったんだけど入らなかったっていうね。だからアルジーのねこのやつを使ってました。これはティムのキャンディーです。これは10個入っててハニーレモン味5個とバニラキャラメル5個です。次はこちら、これからの季節にぴったりなハンドクリームです。これはねスヌーピーバージョンもあったんだけどこれにしました。はい、そしてこちらはリップクリームになるんですけど、こっちがスイートピーチで、あれどっちもスイートピーチかで、色がちょっと違ってこっちが赤っぽくてこっちがピンクっぽいです。でこれもユニバしか売ってないのでみんな買ってみてね。次はこれ、こっちがスヌーピーの5本セットのボールペンです。こちらはですねミニオンの消しゴムになるんですけどこんな感じです。でこれは自分の好きな長さで切って使えるっていう消しゴムです。これもクリスマス仕様になってて可愛いです。でこのちょうど5本ずつあるんですけど、これはメンバーのひなちゃん、りなちゃん、こはねちゃん、もねちゃんにあげたいと思います。そしてこちらじゃん、これはねディズニーにもあったんだけど USJ でお店によって違うコインができるんだけど、スヌーピーのコインです。これ200円です。動画の撮れ高にしようと思って買ったんだけどお金を入れた瞬間にもう一瞬でパッて出てきたからうんっていう感じ。でもねほんと可愛くてこれ3種類ありました。で最後はじゃん、これは1個何円かと言いますと1200円、合計2400円の缶バッジなんですけど、これはミニオンのバナナのゲームがあってそれで2回やったけど2回とも外れたっていう缶バッジです。残念賞みたいな感じで。ティアラチャンネル。以上、アリサの初ユニバー&購入品紹介でした。もしこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。